らしい。思い出し笑いなんかして。別に笑ってなんかね。しっかり笑ってましたわ。似たーって。ね、キュイ。月こんなことを言うのは不謹慎かもしれませんが、私はずっとアリンさんが羨ましかった。パートナーであるアリンさんとファングさんの間には私の立ち入れない絆があるように思えて。私は一番近くでファングさんを見つめていたい。ファングさんのことを誰よりも知りたい。こんなことを思う私は嫌いですか？なんだよ、いきなり素直になるなよ。全部俺が言おうと思ってたことなんだけど。今の俺はフェンサーじゃない。それでも俺はお前を守りたいと思っている。だから